こんにちは、石崎です。本日は中2球団のクローザーについてお話ししたいなと思います。接戦を取ることに非常に重要な守護神、この日本シリーズでも守護神起用の投手が痛恨の被弾ということもありました。もちろん守護神はそのポジションにしかわからない重圧があると言われ、試合を締めるがゆえに相手チームも必死で食らいついてきます。やはり競った場面を締めるということはどんな投手でも簡単ではないでしょう。その中で2022年守護神を務めた投手たちについてお話ししたいなと思います。まず日本ハム。日本ハムは2022年クローザーが固まった戦いができたわけではありません。固めなかったとも言えますし、固めることができなかったというのもあるかなと思います。当初はルーキーの北山選手をクローザーに据えましたが、なかなかセーブ機会の登板がなかったことや、中盤には安定感の課題が目立ちました。最速156キロとストレートの速さ、そしてフォークはよく、ルーキーながら55登板も絶対的な守護神の立場をつかむまでにはいきませんでした。そして中盤にトミー・ジョン手術から復帰し、終盤にも投げられた石川直也選手は、スピードこそかつてほどは戻ってきていませんが、ストレート、フォーク主体でまずまず三振を取ってセーブも上げることができました。もう少しスピードが戻ってくれば彼に託したいところはあるかなと思いますが、終盤には複数失点などクローザーをつかみきるところまではいきませんでした。そしてセーブも上げた堀選手は、もともと最優秀中継ぎをつかんできた投手ですが、今季は苦しい登板が続きました。制球で荒れる展開も目立ち、二軍調整も入れたり、最終盤にも失点と最後まで状態を上げることができませんでした。クローザーを固められたからこそ伊藤選手クローザー構想なども言われ、来季ここをどうするかというところから日本ハムの投手陣は始めるのかなと思います。まあ、どうしてもチームの中である程度投手を今シーズン固めていく戦いができなかった部分があります。先発の3本柱がある程度固まっているからこそ、先発のプラスアルファの助っ人、そして救援の投手の整備というのは大事になってくるかなと思います。そしてロッテ。今まではクローザーとして長くチームを引っ張ってきた増田直也選手が後半に痛打が目立ち、最終盤にはオスナがクローザーとなりました。 MLB のセーブを少し問題があり、日本に来た選手ではありますが、スピードは出るわ、カットボール、スライダー、チェンジアップ、ツーシーム、すべてでカウントも取れるし三振が取れる、引き出しもあれば決め球もある、そして精度が高い、ほとんど完璧なクローザーです。彼が残ってくれるかどうかでチームは一気に変わっていきそう。それくらい絶対的な存在で、個人的にはパリーグで今最も絶望感のあるクローザーかなと思っています。そして楽天。松井選手は今季もさすがの一言、スライダーのイメージもあるかもしれませんが、フォークも冴え渡っています。ストレートが強いですし、フォーク、スライダーどちらも決め球にも使えますし、変化も大きいので目線も変わってきます。フォアボールのイメージがあるかもしれませんが、ウィップ 0.77 とピンチを作る頻度もかなり低いんですよね。もはや圧倒的な存在であることは知れ渡っていますので、今更言うこともありませんが、日本人選手で言うなら最強守護神とも言えるのかなと思います。そして西武。今季開幕から増田選手は中盤までセーブ失敗はほとんどなく、中盤には19試合連続無失点も記録しました。ただ三振はほとんど取れていません。それでもコロナ離脱までは無失点に抑えてきていたり、ある程度セーブを上げてきましたが、コロナ離脱後からはかなり苦しく、8月は 4.32、 9月は 5.00、 そして4被本塁打、10月は 9.00、 終盤にかけてかなり被本塁打が目立ちました。でその中で彼が離脱した時に入っていた平選手が今シーズンもクローザーをやることがありました。もともと去年や増田選手の状態が悪い時には平選手という形でしたが、平選手は今シーズンもさすが。7月はかなり苦しみ、11試合で 6.10、 8月には離脱があったり、自責点以上の失点というところもありまして、フォアボールから崩れる展開はまだあるんですが、この出力で1イニングっていうのはやはり相手からすると本当に脅威かなと思います。まあ、ただ本人的には先発意欲がかなり高いそうでもありますので、来季以降どうなるかというのは分かりません。まあ、個人的には今シーズンある程度リリーフを固めることはできましたし、そういう候補の選手が多く控えている状況でもありますので、まあ、先発をやるなら来シーズンかなと個人的には思っています。そしてソフトバンクですが、当初は森選手が守護神として起用されながら苦しい内容が続き無期限調整、後半にはセットアップ、そして最終盤には先発として起用され大きな戦力となっていますが、そのクローザーの枠にモイネロが入りました。モイネロの支配度合いは圧倒的で、ストレートが速いだけではなく、スライダー、カーブ、チェンジアップと決め球があります。
ただ今季は少し制球や味方のミスから崩れた展開はありました。自責は6ですが失点自体は10。あの楽天戦の痛恨の被弾だったりオリックス相手に苦しいピッチングもありました。それでも絶対的な存在であることは変わりないですし、数字もえげつない、来季も期待したい存在です。そしてオリックス、当初平野選手、中盤以降はワゲスパック、終盤は阿部選手という形でした。基本的にはパワー系の投手かスプリット投手が後ろを務めました。平野選手が今季中盤以降にコロナ等で離脱があった中で、先発で苦しかったワゲスパックをクローザー起用し、最終盤にかけて平野選手がなかなか戻りきらなかったことで阿部選手を入れていきました。ワゲスパックは救援で22試合で防御率 1.25、 変化球で少し苦しんだところはありますが、高めのストレートで封じ切れる投手ではあります。安定感はまだまだ苦しいところはありますが、今季のチームにとっては本当に大きな存在です。そして阿部選手、阿部選手も当初19試合無失点、終盤には20試合無失点、基本塁打は柳田選手のみでシーズンを終えることができました。圧倒的なスピードではありませんが、ゾーンフォークとカットボール中心にカウントを取り、ストレートフォークで決め切るコマンドが今シーズンも彼を支えました。日本シリーズでいきなりスリーランを被弾も、その試合以外はピンチを作ることがありながら失点はしていませんし、やはり要所で投げ切れるのはさすがの一言かなと思います。そして中日、今年も絶対的なライデルですが、中盤には28試合連続無失点と本当にものすごい安定感を見せてきました。夏場に2試合敗戦がついてしまったところはありますが、月間の防御率でずっと2点台を下回ってきました。バンテリンドームでは35試合で防御率 0.78、 ほとんど打たれていません。彼のすごいのは安定して150キロは超えて、マックス160キロにもかかわらずほとんど制球で崩れることがないんですよね。チェンジアップ、スプリット、ナックルカーブと変化球である程度カウントを作ることができています。ストレート、スプリットで三振が取れるジャリエル、ライデルと、後ろは相手からすると本当に絶望的とも言える相手なのかなと思います。そして広島、21年セーブ失敗ゼロの絶対的クローザーの栗林選手、今季はオープン戦から苦しんだところは否めませんし、調整はやや苦しみましたが、中盤には17試合連続無失点、終盤には20試合連続無失点、6月には少し苦しんだ時期もありましたが、3連投などもありながら試合を締めてきました。当初の2失点、終盤の買いまたぎの2失点、バンテリン以外は複数失点がありませんでした。少し去年の負担が心配されましたが、今季も彼の存在というのは健在ですし、瀬田と松井選手、パダと栗林選手の絶望感というのは日本人選手で目立っているのかなと思います。そして巨人、大勢選手、今季ドラフト1位のルーキーが圧倒的なピッチング、巨人リリーフの中で彼が希望で、なんとか彼につないでいきたかったんですが、そこまでが苦しかったんです。ただ彼までつなげばある程度チームはまとまっていく、そんな戦いでもあり、彼の存在は大変大きかったです。サイドハンドから独特な軌道のストレートを投げ込み、フォークで三振を取ることができる投手、一度浮き上がる軌道のシュート回転は本当に魔球です。佐野選手を苦手というか痛打されたところはありますが、終盤は負担も大きく苦しいピッチングもありながら、1年間ドラフト1ルーキーとして戦い切ることができました。本当に今後のチームにとってもかなり欠かせない存在になっていくのかなと思います。そして阪神、21年移籍となったスアレスの枠にケラーを入れたかったんですが、当初苦しいピッチングがありました。その中でセットアップの岩崎選手をクローザーに入れ戦ってきて、彼がセーブを上げてくれました。12試合無失点、10試合無失点、9試合無失点、圧倒的ではありませんでしたが、ある程度セーブを上げてきたんですが6敗、痛恨の一打もあり、最後までクローザーとして戦い抜くことができませんでした。特に湯浅選手、後半にかけてケラーが圧倒的だったことも考えると、岩崎選手がクローザー起用されたところに批判もありました。実際クライマックスシリーズでは湯浅選手が大事な場面を投げるということもありました。まあ、今後どういう起用していくか、今シーズン FA となっていた彼が残留してくれました。チームとしてどういうふうに起用していくか、おそらく個人的には来年守護神的に湯浅選手かなと思っていますが、どのような場面でも彼の存在は貴重かなと思います。そして DeNA、今季 DeNA のクローザーに返り咲いた山崎選手は、ストレートのスピード、空振り率が上がった印象があります。もともとストレートで押してツーシームで三振を取る投手として日本の守護神まで上り詰めた選手ではあるんですが、そのツーシームで少し苦しんでしまい、かつてほどの絶対的投手としては苦しくなってしまいました。
今季は三振こそさほど多くはなかったんですが、ある程度力で押すことができ、中盤には22試合連続無失点と安定感を見せることができました。今季 MLB に行くのかどうかは正直分かりませんが、彼がいなくなると考えると穴は本当に大きくなります。 FA も近いので球団としては送り出すのであればポスティングで出したいところだと思うんですよね。で、この時点まで契約の条項がまとまっていないということを考えると、まあ、彼が日本の残留、長期的に日本でプレーするということも考えての交渉なのかなと思いますが、どうなるかというのは今のところ分かりません。そしてヤクルト、日本シリーズでかなり苦しい内容を見せてしまったマクガフですが、当初は18試合連続無失点、少し間隔が空くと苦しくなってしまう投手で、夏場には若干苦しかったんですが、1年間投げ切ることができました。正直スタッツ的にも文句はありませんし、優勝に貢献した筆頭の選手なんですが、すでに2年で日本シリーズ3敗。もちろん日本シリーズまで来ているということは選手の負担も相当ですし、去年日本シリーズ最終戦では3イニング投げました。タフさは素晴らしいんですが、数字ほどの安定感ももしかするとないかもしれません。全体としてはこんなところ。クローザーはやはりピンチの場面で三振が取れる、困った時にまっすぐのスピードだったり圧倒的な決め球で押し切れる、そんな球がある投手が望ましいかなと思います。日本人なら栗林選手、松井選手、助っ人ならライデル、モイネロ、オスナあたりが目立っているかなと思います。で、日本ハムや阪神、そして西武やロッテ、去就次第の選手はもちろんいるんですが、多少来季クローザーで動きがあるチームも出てくるのかなと思います。まあ、この日本シリーズでどうしても印象的な打たれ方をするとかなりイメージが悪くなってしまうかもしれません。まあ、クローザーというのは本当に大変なポジションです。この時期まで戦っているということは1年間かなり負担が大きかったということでもあると思うんですよね。チームの勝利を守るっていうこのクローザーは批判も多いポジションだとは思いますが、そのクローザーが1年間万全なコンディションで戦う、ある程度怪我をせず長く戦うというのはやはり運用も大事になってくるのかなと思います。特にポストシーズンまで戦うようなチームだったらなおさら後ろの投手やクローザーというところの管理というのはかなり大切になってくるのかなと思います。まあ、オリックスのように投手は平野選手、中盤以降はかなり流動的という起用をするチームも出てきました。まあ、もちろんこの起用はある程度の投手層が整っているところでしかできませんし、その相手の打順を見てきついところに一番いい投手を入れるというような運用をしてきました。まあ、それも一つの手かなと思います。まあ、実際そこまでできるチームはあんまりないかなとは思いますが、まあ、本当にこの運用というのはどのチームも力を入れてくるポイントではあるのかなと思います。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。